16番リオンディースに代わっている1馬身リード、2番手に5番のマウントロブソンが上がってきました。4コーナー4着を切ります。その外から15番のエアスネル、3番手から2番手をかかって第4コーナーから直前、その外11番のサトロダイヤモンドも3番手の一線まで来ました。さらには9番ラブラシング、ゴーストから18番のティーマジェスティ、内を狙って5番のマウントロブソン、さあ16番リオンディース、15番エアスネル、外からまとめて18番ティーマジェスティ、全てまか引き上がってきたティーマジェスティ勝利。